チューブマン、日本、仙台市。チューブマンとは、電動の扇風機に接続されて稼働する長い織物のチューブで作られた広告商品である。電動の扇風機がチューブ内に空気を送ることにより、チューブがいろいろな方向に動き、ダイナミックなダンスと波のような動きをする。トリニダード・トバゴ出身のアーティスト、ピーター・ミンシャルがコンセプトを考案し、 1996年の下級オリンピックのためにイスラエルのアーティストドロンゴジットとリエド・ランジャーを含むチームによって開発された。ミンシャルは当初彼の発明をトールボーイと呼んでいた。ゴジットは最終的に膨らませて踊る人間の形をしたバルーンのコンセプトの特許を取得し装置を製造・販売する様々な企業に特許をライセンス提供した。 アメリカ合衆国の一部の地方自治体では、これらの製品の使用を禁止している。2010年に施行されたヒューストンの条例では、人の注意を引くための全ての装置の使用を禁止しており、そのような装置の使用は、都市の視覚的な混乱と荒廃に寄与し、コミュニティと都市の市民にとって、美的環境、安全性及び生活の質に悪影響を与えると述べている。 空気膨張を利用した製品の一覧、ありがとうございます。